はい。皆様、こんにちは。やすひろです。この動画は、大河ドラマ、光る君への登場人物である、サワについて解説する動画となっています。というのも、以前別の動画で僕は、沙和はドラマのオリジナルキャラクターです、というふうに説明しちゃったんですが、え改めて勉強したところ、おそらく沙には実在したモデルがいるんじゃないか、ということが明らかになったんですね。 はい。ということで、えー、その辺について解説する動画となっていますが、大、え、河、ー、ドラマのネタバレを多く含みますので、ネタバレが嫌な方は注意してください。はい。ということで、早速、沢のモデルについて解説していきます。まず、大河ドラマには登場していないんですけど、本当は紫式部にはお姉ちゃんがいました。しかし、紫式部のお姉ちゃんは、 おそらく996年頃、紫式部が20代半ばの頃に亡くなっているとされています。はい。そして、ちょうど同じ頃に、紫式部の友達に通称、つくしの君って呼ばれている女性がいるんですけど、この人も妹を亡くしているってことが、紫式部の和歌を集めた紫式部集からわかっています。 はい。で、この、つくしの君が沢の実在したモデルなんじゃないかって話になるんですけど、それは後にお話ししようと思います。まあ、とにかく今、紫式部とつくしの君は、それぞれ大体同じタイミングで姉と妹を亡くしたということで、二人は義理の姉妹の関係を結ぶ約束をしたということが、紫式部集から分かっています。はい。こうして、紫式部はつくしの君のことをお姉ちゃんと呼ぶし、 つくしの君は紫式部のことを妹で、妹と呼ぶって感じで、えー、二人はとても親しい関係になりました。はい。しかしその後、つくしの君はお父さんの任官に伴って、えー、九州の非善の国、今でいう大体、えー、佐賀県と長崎県にまたがったところにある国になりますが、えー、そこに旅立つことになってしまいました。ちなみに当時九州はつくしとも呼ばれていたので、 なので、この女性は通称、つくしの君と呼ばれているということになります。はい。ということで、えー、義理の姉ともね、呼んでいたつくしの君が九州へ旅立ってしまうということで、紫式部は、西へ行くあなたへの手紙を絶やすことはありません。みたいな意味の和歌を、えー、つくしの君に送っています。はい。こうして二人は離れ離れになってしまいましたが、えー、その少し後に、今度は紫式部が、 父、ため時の任官に伴って、越前の国、今でいう、大体福井県あたりにあった国へ旅立つことになりました。で、その時も紫式部は、え九州にいる筑紫の君に対してえ、北に行く狩りの翼に手紙を預けてください、みたいな意味の和歌を送っています。えつまり、私は北国の越前の国に行くけど、まあ、そんな私にもちゃんと絶えずに手紙を送ってくださいね、みたいな手紙を送ったわけですね。 はい。こんな感じで、まあ、紫式部とつくしの君は親友だったと考えられているんですけど、え二、ー、人はね、それぞれ違うところで生活を送るということになりました。はい。そして、その後、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、えー、結局、つくしの君は非善の地で亡くなったと考えられているので、えー、結局ね、二人は二度と再会することはなかったということになります。はい。で、これが紫式部と、 えー、つくしの君の関係になるんですけど、今大河ドラマに登場している沢のモデルは、ま、つくしの君で間違いないと思います。というのも、NHK 出版から大河ドラマ、光る君へのガイドブックが出ているんですけど、あの、僕、見落としちゃってたんですけど、今後ーは非善の国へ行くってことがすでに分かっているんですね。まあ、ということを考えると、沢のモデルがつくしの君であることは間違いないと思います。 はい。なんだけど、だからといって、沢イコールつくしの君ではなくて、あくまでもつくしの君は、沢のモデルに過ぎないと思われるんですね。はい。で、その辺の理由をこの図を使って説明します。まず、つくしの君のお父さんは、まあ、諸説あるので確定ではないんですけど、おそらく平のこれまさという人だと考えられています。えちなみにこの人は、2年前の大河ドラマの、 あの、鎌倉殿の13人で、北条一族がたくさん出ていたと思いますが、えー、あの人たちの祖先にあたる人になりますね。はい。ということで、まあ、それは余談でしたが、えー、とにかく、つくしの君のお父さんは、平野これ政という説が有力です。では、なぜそのように考えられているかというと、まずシンプルにつくしの君が、非、え、善、ー、の国へ旅立つタイミングと、平野これ政が、 え、非前の国の国史に任官されたタイミングは被ってるので、まあ、そういうところから、つくしの君のお父さんは、平のこれまさなんじゃないかと考えられています。で、もっと言うと、え実は平のこれまさの妻は、紫式部のお父さんのため時の姉か妹というふうに考えられているんですね。で、もしこの二人の間に生まれたのが、つくしの君なのであれば、 え紫式部とつくしの君は、もともといとこの関係にあったということになります。なので、まあ、この二人にはもともと接点があって、だから仲良くなったわけですね。はい。ということから、えー、つくしの君のお父さんは、まあ、おそらく平野惚れ政なんじゃないかと考えられています。はい。しかし、大河ドラマでは、つくしの君のお父さんとされている平野惚れ政は登場していませんし、 あと、つくしの君のお母さんが、ため時の姉か妹というふうには描かれていなかったですよね。えー、ということで、大河ドラマでの描かれ方を復習すると、えー、大河ドラマでは、ため時の章である夏目と呼ばれている女性が、元夫との間に産んだ子供が沢ということしかわかっていません。 でもしこの沢イコールつくしの君でお父さんが平のこれまさだとすると、ため時は自分の妹か姉を小にしたということになりますので、まあ、それは明らかに変ですよね。ということを考えると、沢のモデルがつくしの君であることは間違いないと思いますがえ、イコールつくしの君ではないということになります。はい、つまり沢はあくまでもイコールつくしの君ではなくて、 つくしの君をモデルに作られたドラマのオリジナルキャラクターということになります。はい。ではなぜ大河ドラマではつくしの君本人ではなくて、つくしの君をモデルにした沢というオリジナルキャラクターを登場させたのかというと、まあ、それは残念ながらえ、脚本を書いている大石先生にしかわかりません。はい。なんだけど、まあ、おそらく僕の予想としては、 あの、つくしの君のお父さんイコール、平野これまさっていうのは、あくまで説の一つに過ぎずえ、確定しているわけではないんですね。なので、まあ、そこら辺が確定している情報ではないので、しっかり描くことができないというか、まあ、その辺を誤魔化すために、まあ、つくしの君本人ではなくてえ、つくしの君をモデルにした沢というオリジナルキャラクターを登場させたんじゃないかな、というふうにえ僕は考えています。 はい。また、他に考えられるところとしては、まあ、シンプルに平良のこれまさですとか、その妻のため時の妹か姉を登場させるとなるとえ、登場人物が多すぎで人間関係が複雑になってしまいますよね。で、それに大河ドラマにはどうしても尺の問題もあるので、えー、そういうことを考えた結果、まあ、その辺はちゃんと描かない方がいいんじゃないかっていう判断のもとで、 え、つくしの君本人ではなくて、つくしの君をモデルにした沢というオリジナルキャラクターを登場させたというところなんじゃないかなと僕は思います。はい。ま、あこの辺の話はあくまでねえ、僕の予想なので当たっているかどうかわかりませんが、ま、あいずれにせよ沢はイコールつくしの君ではなくて、え、つくしの君をモデルにしたオリジナルキャラクターということになります。はい。以上で今回の動画は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。 今週中にもう一本アンナの変について解説する動画も投稿しますので、良ければ合わせてご覧ください。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。